名古屋の有楽者名古屋の有楽者はい、来ました。名古屋の有楽者ドラゴンボールヒーローズのオリパが大量にあるんですけど、まあ結構な金額のものあります。書いてるのは見てみて、スーパードラゴンボールヒーローズ地域一番店。お、本当だ。これまずここに500円ガチャでしょ、でシェンロンガチャ、あ、400円まである、ね、すごいな、300円ガチャまであるよ。かけて名古屋に来まして、見てください、このスイッチ台、スイッチとプレステ4が当たるこのサイコロの出目で出るやつ、ゾロメガトみたいなやつがあったりとか、こういう、まあ、クレーンゲームがあるんですよ。クレーンゲームがあってということで、福袋までこうレンタルボックスのショーケースになってて、3ヶ月安いっすね、安いっすね。秋葉原付きですよ。ありますよ、 YCCF のカード。壁側のはドラゴンボールで言うとシークレットみたいな扱いで、今後もどんどんもっとレアのカード、高いロケテスト版のカードとかも置いていこうと思うので、これ1000円ですよね。1000円のくじで、今回は200で、こんな、豪華なカードが入ってるということですね。でさらにあの2000円くじがあり、持ったら横にあの5000円くじがあって、でさらに1万円くじまであると。でさらに上もくじなんですよね。昔からこんな感じだったんですか、店内。だんだん増えてます。昔あの銀馬マンさんとかポポクロさんとかっていう、あの来た時は、はい、この1000円くじか、はい、まあ、2000円くじかっていう、なんかそれを買い占めて帰ったような気がするんですよ、僕言ってたみたいな。あ、でさらにですよ、レジ前に200円ガチャですからね、スーパーウーブだったりとか。どれがおすすめですか？これ僕さっき気になったんです。ルールとしてはサイコロ20までのサイコロで奇数が出れば、これをもらえると。 A コースだと一番いいのはやっばこれ取られたら大赤字ですね。で、まあ、過去にいますね。あ、いるんだいるんだ。いやでも B コースも豪華、 B コースは全体的に豪華なのが散らばってる感じですね。迷うな。ちょっとこれ狙いでこっから引かしてもらおうか。で20分の5だから、まあでもこれだったらこれでもいいですね、これでもいいですね。この辺、この辺ちょっとテンション上がれへんな。あのやります、僕これやりますっていうね、サイコロ振って出たのがもらえるっていうことなんで、はい、開示開示。これさ、どこもこれ、千葉鑑定団さんもこれやってるので、中にあるのがこれですよ、このサイコロ。ちょっとさっきとサイコロとなんかちょっと違う気がするな。俺が試しに見せてもらったサイコロと1あるよ、2もある、3もある、4もあるし、5もあるし。じゃあまずすいません、もう5回やります。5回で偶数は外れでしょ、偶数パーなんか外れのオリパ。カイジ、カイジ好きですね、多分。カイジ好きです。さあ、よいしょよいしょ、これでいくかどうかだよね。回します、回します、回します。直感か。さあ、キスコイ、せーの、はい。13、あ、でもキス13、13って言うどれ。え、おっしゃ、すごいすごいすごい。あ、でも全然負けない、2000円いけますよ、負けじゃない。13のところから選べるってことですね。あー、了解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 。さあ、さあ行こう、はい。さあ、これもうさっき振ったから振らずにそのままあげよう、それもそのまま行くよ。じゃあここお願いします。さあ、運命の数字引こう、せーの、うい、12、赤、隣隣、赤、偶数や偶数や。ちょっと待って、磁石どっかにないっすかこれ。磁石が続いていこう、続いて、はい。ちょっとさ、振らないと赤いよね、やっぱり振らないと。振って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 、さあ行きますね。さあ行こう、せー、3回目、せーの、はい、13。おもりが入ってるんじゃないのこれ。さあ、13が今2回出た。店長が嬉しそうな顔してるこれ。なんなら顔取りたいぐらいのそんな顔してる。さあ続いて4回目、でもこれできたらヤバくない、ヤバくない、ヤバくない、よいしょ。ちょっと待ってよ、で俺逆に入れて逆に今なったから。2は開けるとまた12か13なんだよ多分。はい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 、じゃあ開けるね、はい、頼む、来い。お、よっしゃ、すげえ、マジで。うわ、何も違反してないっすよ、何もあ、なんでバレたんですか。いや、してない。いや、これタイトル勝手にさ、1が出るまで俺も手にしとこうかな。さあ行こう、もう一回、はい。さあ行きましょう、さあ行こう。また1が来たら、明日来たらさ、もう誠にご愛顧ありがとうございましたみたいになってるで多分。
最後せーの、はい、4。あーまあまあでもでも俺全然笑っていられるのなんでやろうなこれ。あ、オリパ、オリパいいっすか、オリパいいっすか、オリパ、オリパ2個、2個オリパまでもらえて、これ開けていいですか。オリパ外れてもオリパもらえるということで、スープレアが入ってるんだ。真ん中にもしかしたら欲しいよ。まだ敗者復活あるわけ。セクセノ、あーでもでも全然、おセクセノじゃん。じゃあ全部仮面でいきます。仮面でお願いします。はいはい、どうこれ。おー見て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 これ、ちょっと待って、黒仮面のサイヤ人今どっかで見たことある。はい、まだベジットありますし、何か入れますよ。あ、なんかまだ入るらしい。減ったら入れます。あ、減ったら足す。あー少なくなったら足すだけ。素晴らしいな。当たり出されるのはね全然いいからね、少なくなって。次回これやります。これ5000円くじやばくないですか。これ、なんかいいのが来るところまでとないですよ。僕今までいろんなオリパ開封してきましたけど、ない。2分の1でブルマで、2分の1で大当たりが、はい、ひょっとすると、まあ、10万下ろしてきてるんで全部買う羽目になるかもしれないですね。それぞれチェックしましょう。バイバイ。